オフィスシオン FM しきたりアカデミー。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンが、もしも相談室として皆様からの疑問やご質問にお答えいたします。本日のご質問はこちらです。遠方から葬儀に参列いただいた方にお車代は必要でしょうか。お答えです。結婚式では遠方からの招待者に交通費を渡すことはありますが、葬儀においてはそのような習慣は聞きません。しかしこちらから弔辞などで特に参列をお願いした人に対して用意することは考えられるでしょう。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には葬にまつわる体験談集、時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。そして今回はオフィスシオン寺尾俊一社長の著作老い支度練習帳を10名様にプレゼントいたします。本をご希望の方は老い支度練習帳希望と添えてください。ご意見、ご感想、そして本希望の方は住所氏名をお書きの上、メールは info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスは 074224-8422 074-224-8422、 郵便の場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西の新屋町43、郵便番号 630-8334、 奈良市西の新屋町43、いずれも奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは 074224-8415 074224-8415 奈良 .fm へお願いいたします。本日はもしも相談室として皆様からの疑問やご質問にお答えいたしました。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。